民が浪人に襲われておる。尋常に勝負。誰かいる。生き残りがおるか調べるか。誰か。マジ。あまり話すな。お頼みが。あります。なぜ襲われたのだ。わかりませんが、村の男らがさらわれました。私の夫のキサンタも。向かった先は。北の山あいへ行くと話していました。どうか夫を救ってください。あの山あいのことか。盗人が商いや人売りに使う地。そろそろだ。一番手は誰だ。
ふぬけばかりか。よし、死んでもらおう。かかれ、殺すな。お主、宿の者か。人違いかと。浪人は東へ向かいました。東とは？川沿いの崖だと言っとりました。あそこだろうな。お主は荷をまとめて逃げろ。驚いたって、その野党にお侍様が手を結ぶような相手じゃないじゃない。お侍様もやる。
の崖際に浪人がおる。加減はせんぞ。叩き切ってやれ。強いお侍だ。もう安全だ。助かりました。よくぞあの浪人ども。宿の女に頼まれて参った。奴らの中には槍川家の老頭もおりました。反乱の残党か。民を襲うとは落ちたものだ。近くに友がおります。平助と清次郎、それと喜三太です。良いことを聞いた。殺された仲間を弔った後、どこかへ逃げろ。サンタがおるはずだ。誰が相手だ。
お侍、俺のことより宿へ急いでください。妻が切られたんです。話したぞ。それで最後まで案じておった。そんななんてことだ。仇は討ち取った。もう傷つく者は出ないだろう。ありがとうございます。死んだ妻に別れを告げるため宿に戻ります。
よし。お侍様、てっきり亡くなったのかと。まだ生きておるぞ。ここで何をしている？我が家の染めの技を残そうと思いまして、店を開きました。黒に染め上げましょう。火に焦げた木のごとし、カラスの羽のごとし。素材をお持ちくだされば喜んで染めて差し上げましょう。闇の化身が太刀を携えているようだ。黒が映えるお方だ。また来よう。
加減はせんぞ。約束そうだ。うわ